いつからそのスペイン語をちゃんと勉強し始めましたか？一回も勉強してない。ええー、そう、ヒントじゃないですよ。勉強してないですか？メキシコに来てからペンを握って勉強したことがほとんどない。へえ、ちょっとこれは面白いですね。そうですか。ちょっとこれは意外でした。まあこれは多分外国だからできる勉強の仕方だけどね。そうですね。でもわかりません。でもなんかうん日本語をうんそのゆうゆうさんみたいにうん勉強しないで話せるようになった人もいるかもしれませんよね。知れないですよね。うん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 日本に住んで自然にというか、うん多分会話ですよね、ほとんど。うんへえ。そういそうつ、じゃあ、大学を卒業してすぐメキうシんコに行ったんですか？新卒って日本では言うんだけど、新は卒い。でもうグアダラハラにある日本語学校で働くことが決まってたから、もうーう大学卒業してんその年の春にヒュッとメキシコに来ましたよ。すごうい。んその時のスペイン語はどうでしたもうか？全然わからなくて、一応なんとなへえ。くいくらですかとか、はこいれはいははい。何ですかとか、基う本ん。的な単語、水とはい。かトイレはいとはいか、はい。そういうのは知ってたけど、もう会話はほぼゼロだったね。なるほど。もうう本当んに。じゃあ、友達を作るどころか、うん生活するのもうん大変でしたか、最大初変だは？った。もうセブンイレブン行く時バックバクよ。セブンイレブンあるんですか？ ある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 。メキシコに。あ、うそうんなんだ。そう。なるほど。いや別にコンビニなんてそっ話さないか。じゃん。ではいもはいはい。あの当時はさ、まだエコのは時い。代じゃないから、ビはニーい。ル袋いりますかみたいなの言われるんだよはね。い。もうはいそれはでいパはニッい。クよ。え、なんて言ってんのみたいな。ちょっとわどかりうしまようす。みたいな。そう。うん。へえ、そうなんだ。そっか。でも、メキシコに住み始めうて、ん。どのぐらい、その、スペイン語で困っていましたか？そうだね、3年ぐらいはやっぱりちょっと自分で一人で、あメキシコ人だけ日本語を話せる人が全くいないところでこう何か生活をするっていうのはちょっとできなかったかな。うん3年。3年くらい3年。だからみんな勉強した方がいいと思うよ。なるほど。ちょっとそっ僕か。のいたシチュエーションが特殊で、日う本語学校ん。に勤めていたので、もちはいろんは同い。僚は日本人、日本語は話せい。るし、そのはい。学生が普段の僕の生活を手伝ってくれたり、その遊びに行はこうい。っていう時も大体学生が誘ってくれていたので、必なるほずどこど。かに日本語を話せる人がいたの。なるほど。確うかに。んちょっと特別な、シチュエーションかもしれませんね。そうだね。うーうん。んそうですね。なるほど、そっか。うんえ、でもなんか、一回もほとんど、うんその文法の本を使って、勉強したりしたことはありませんでしたか？メキはシい。コに来たての頃にやっぱパニッはい。クじゃん。そのスペイン語はいがはい話はせない。い。どうしよう、生活できない、何かそうしでなきすゃっていうね。のは分かってたんだけど、何をはいしなきはゃいい。けないかが分からなくて、とりあえずは本い。屋さんに行って文法の本とかを買ったんだけど、でもは文い。法の本もスペイン語で書いてあるからそうですよね。分はい。かんないじゃん。ではいはい挫は折い。して、あとやってたはのい。はアニメが好きだから、そのアニメはのい。字幕をノートに書き写して翻訳とかもやってたんだけへど、え。でもはい全はい。然意味がなくて。なるほど。うんうーだから、そのん。学生が最初に日本語をね、もし勉強しようってなってパニックはにい。なっちゃう気持ちってよくわかるんだ。何をどうしたらいいかわかんないっていう気持ちが、確かに。僕もそう全でくすよ同じね。だった。はいはいはい。でも、メキシコに住み始めて、その希望の光が見え始めてきたのは、いつ頃でしたか？なんか覚えてますか？やっぱ2年弱ぐらい経った頃からかな。あ、同じぐらい。そうそう、2年ぐらい経った頃に、その、なんとなく簡単なエクスプレッションはこう話せるようになって、で、一つめちゃくちゃいい勉強法を思いついたんで、その年に。お、めちゃくちゃいい勉強法。はい、待ってました。タクシーに乗る。タクシーに乗る。帰るときにタクシーに乗る。確かにタクシーに乗ったら話さなきゃいけないですからね。そうで、しかも自分で選べる。基本的にタクシーの運転手が僕に話しかけることはないけど、僕が話したらタクシーの運転手は答えてくれる。ああ、なるほど。それはちょっと考えたことがなかったです。そう。でも確かにそうですね。はい。そうそう。だから実は僕グアダラハラに住み始めて2年ちょっとなんだけどみたいな話をすると、どうだいグアダラハラっていう。で、なるほど。もちろん最初はそれが分かんなくてうまくできなかったんだけど、タクシーってさ、何回も乗れるけど、毎回違う人と話せるんだよね。確かになんか、プライベートレッスンみたいですね。本当だよ。ね、移動もできて早くつけて、しかもスペイン語の練習ができるって、これはいいなと思って。確かにそうですね。語学学校でお金使うんだったらタクシーに乗ろうと思ってタクシーに乗って毎回同じテーマで話していくと、だいたい会話にはパターンがあることが分かってくる。あ、次これ聞いてくるんでしょ、みたいな。で、なるほど。そうするとリズムよく話せるようになって、でちょっと自信がついてくる。自信大切ですよね。そう。自信本当に大切。で、僕思うんだけど、自信ってどんなに教科書で書いたね、教科書を見て文法を勉強してもつかないんだ。そうですね。下手すると逆にどんどん怖さがこう増えていってしまう。わかります。もう英語を話して英語が話せなかった時もスペイン語で、今も苦しんでいるんですけど、スペイン語、チリに初めて来た時も、同じでしたね。やっぱ最初話すのってやっぱ怖いですよね。そう。でもどっかでこうやっていく中で、完璧にできなくてもいいんだって、分かってくれるわ。話したら会話って2人でやることだから、自分が完璧じゃなくても相手が頑張ってくれれば会話って成立するわと思って、そうですよね。確かに、ちょっとこうイメージとしては僕の持ってるものをこう投げて「分かって!」みたいな、分かるかな。分かります。でも、確かにそうですね。なんか、例えば日本で、その、外国の方が、日本語で話しかけてきた時って、完璧な日本語が話せる外国人ってあまりいないじゃないですか。でも、日本人ってもう日本人だけじゃないかもしれないんですけど、やっぱり頑張って理解しようとするし、コミュニケーションって完璧な日本語じゃなくても取れますからね。それと同じですね。その反対ですね。だから例えばさ、日本でなんか誰かがね、その外国の方が日本人に英語で話しかけられたら「I can't speak English, sorry」って言ってしまうけど、日本語で話しかけられたらやっぱり答えなきゃいけないじゃん。そうですよね。私日本語話せませんって言えないからさ。そうですね。そう、だから勇気を持って一回話しかけると、そこからこうチェーンのようにつながっていく、次って、そうですね、そのチェーンが多分自信につながりますね。そうそう。だから僕はそれの最初のワンピースがタクシーだったけど、はいはい、でも別にコンビニの店員さんに話しかけてもいいし、近所のお肉屋さんに話しかけてもいいし、うん、まず自分から話しかけてみることが大事かもしれない。そうですね。じゃあまず一番大きいそのヒントは、まずは、うん、ネイティブの人に話しかけてみることですね。そう、本当に、うん、レベルは関係ないですからね。関係ないね。はい。そう、確かに子供の気持ちで。そうですね、うん、伝えたいことがある、言ってみる、はいはい、相手の顔を見る。そうですね、うん、もうまあ、全然文法が分からなくても単語だけでコミュニケーションが取れる時もありますからね、うん、なんかとかく、そうそう、うん、いろんな人に日本語を教えていると、言語の勉強が自分に向いている人が多いと思うんだ、うん、はいはい、完璧に話したいとか上手になりたいとかで、うん、質問すると日本人と上手に話したい、はいはい、でも話すのって2人で話すことだから、はい、単語だけでも伝わるし、一番大事なことは相手が楽しくなることだから、うんうんうん、言葉を投げて相手のリアクションを見て、うん、あ、今例えばしゅんさんうなずいてくれてるな、多分分かってくれてるなみたいな方が意外と大事だったりする。うん、そうですね、うん、まあだからそのコミュニケーションのスキル、うん、って本当に大切ですね。そう、それさえあれば、うん、結構なんとでもなるんだなって。なるほど。でもまあ、うん、多分日本語勉強をしている人ってその最初の、うん、この最初の一歩は多分ちょっとみんな怖いと思うんですよ、うん、どうでしたか？その最初やっぱ話しかけるときって、うん、どうやってその最初の一歩を乗り越えましたか？ああ、そうだね。でもやっぱとにかくまずは挨拶からとかね。ああ、なるほどなるほど。やっぱさ、何事も一番最初のスタートが難しいじゃん。難しいです。うん。はい、ラッキーなことにスペイン語って必ずその挨拶から始まって、お元気ですか、はい、ってなって、あなたも元気ですか、はいはい、私も元気のところまでは必ず決まってるから。なるほど。それを頭に入れて誰かに話しかければ、その後がつながらなくても最初の2つ3つぐらいのラリーはできるわけだよね。なるほど、うん、じゃあ最初のその話す時の、うん、話す言葉や文をもう覚えて、うん、最初は、うん、話してましたか？うん、そうそうそう。じゃあもう、うん、日本語でそのみんなが話すときも、ね、使えますね。同じストラテジーでも。そうだね。こんにちは、元気ですか、うん、とか言ったりね。だけでもいいですからね、最初は。そうそう、あとやっぱ話したい人がいて初めてそれが成立すると思うんだ。だから、うん、そのもし日本語を話すのが難しいっていう人でもう日本に住んでる人がいたら、はいはい、近所のいつも朝散歩してるおばちゃんに話しかける。よし、どうしようかな、まずはい、今日は寒いですねから始めようかなと、その後、うん、犬の名前を聞いてみようかな、で、はい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 、さようならってちゃんと会話を終わらせようかなっていう風にこうある程度準備をして、話す内容を準備しておく、うん、文法じゃなくて。ああ、なるほどなるほど、うん、そっか、それはちょっとハードルを下げられますね。そうだね。うん。ああ、すごい。これは本当にいいヒントですね。最初ちょっと、うん、最初勉強したことがないって言った時は、あれこの動画大丈夫かな大丈夫かな思ったんですけど。大丈夫大丈夫。もう素晴らしいヒントが。はい。あ、確かにこれは一番大切かもしれないですね。うん。本当まあ日本語もスペイン語も言語ですからね、うん、話さないともちろん上手にはなりませんからね。そうだね。うん。そっか、なるほど。うん、でも例えば日本に住んでいない人とかって、うん、どうですか？その人たちの、ね、はい。だそれこそさ、どうですかね、うん、今だったらその日本語を勉強している人のネットワークもあるし、うん、友達を探すこともそんなに難しくないし、ちょっとお金があればね、iTalkiみたいなね、うん、日本語を教えてもらわなくても、はいはい、話聞いてほしいみたいな、そういうレッスンもあるよね、確かね。確かに、うんうん、もうチューターで話すだけの、うん、話すだけでもいいですからね。うん、だから自分で、うん、そのねトレーニングをしてで、うんうん、話だけ1時間したいっていう風にすれば、ね、はいはい、その1時間はタクシーのような自分だけのものの、ね、そうですね、うん、はいはい、できるから今の時代だったらいくらでもね、はい、たくさん方法はあると思います。なるほど、うん、ちなみに今でメキシコじゃないスペイン語はどのぐらい分かりますか？今もうほとんどの言葉が分かりますか？理解できますか？どうだろうね、うん、普段の生活とかクラスは基本的にスペイン語でやってることが多いから、学生の質問とかは分かる。近所のおじちゃんたちとなんだよお前今日も奥さんにお使い頼まれてんのかよみたいな、そういう会話も分かるけど、でもやっぱ難しいテーマ、はい、なんだろうな、政治のテーマとかちょっと特別なテーマになってくるとちょっと分からないことが多くなるかな。なるほど。まあ単語とか、あとはあと普段話さないテーマだとやっぱり日本語でも難しいですからね。うん、そうだね。ただやっぱ会話のリズムが変わるだけで、わからない単語があったら、はい、その単語どういう意味？こういう意味だと僕は思ってるんだけどみたいにコミュニケーションを取れば、はいはい、会話がもう途中でできなくなっちゃうってことはないかな。なるほどなるほど、うん、すごい羨ましいまだ時間がかかりますね、うん、はい、うんしゅんさんは英語ができるんじゃないですか？はい、英語はそうですね、それこそ多分同じで、うん、ずっとバックパッカーをしていたので、英語って世界共通語じゃないですか、うん、だからどこの国に行っても、例えばタイやバリに行っても英語は毎日使うし、うん、南米を旅行している時も、例えばホステルに泊まっている時、うんとか、結局会う人とはいつも英語で話すので、うん、だから同じですね。やっぱり自然にもう会話の量が増えて、うん、自然に話せるようになって、分かるようになりましたね。うん、うん、でもちろん最初はね、いくらですかぐらいのところから始まって、はいはい、ホステルで一緒に泊まってる外国人に話そうかなって思ったけど、あんまり長く話し続かなかったな。でも2回目ちょっと長くなったなって感じだよね。本当にそうですね。その小さい積み重ねですね、本当に、うん、はい。そうだから、でも最初はやっぱりモヤモヤしましたね、本当に。話が続かなかったり、うん、分からなかったり、うん、分かっても本当にたくさん、本当にエネルギーを使って集中して聞かなきゃわからないから、うん、もう本当に疲れて、うん、もう日本語を話したいってなったりとかしてました。はい。だからやっぱね、うん、勉強を始めたばっかりって、僕6歳の子供だと思うんですよ。はいはいはい。6歳の子供って。すっごい気持ちはあるんだよね。話したいっていう気持ちはあるけど、はいはい、うまく話せなくて、うん、シューンってなったり、ゆっくり話聞いてあげると、はいはいはい、実はねこのアニメが大好きで、うんうん、どうして好きなのとかって聞くとね、うん、わかんないけど好きみたいな、だからすごい、そうそう、そのどうしても私たち大人が外国語を勉強すると、なんかメンタリティは大人だからかっこよく話したい、はいはいはい、うん、でもそういう風に話せないから話さないってなっちゃうんだよね。そうか、うん、確かに、うんうん、どれだけ子供に戻れるかも大事かもね。そうですね、うん、間違えても大丈夫、うん、そうってことですよね、うん、まさしくその通りかな、うん、やっぱりそっか、やっぱりたくさん間違えてたくさんミスしないと、うん、ね、ミスしないで、うん、上手にはなれませんからね、うんうん、そうだね、まあ、でスポーツもそうだし、うん、まあ、スポーツでも、言語でも全部同じかもしれませんね、それは。そうだね、うん、うん、そっか、確かに、うん、メキシコで英語を使うことはないんですか？ないね、ないね、ゼロだね。時々なんか外国人だから自分は英語が話せると、このメキシコ人ね、あ、俺は英語話せるぜみたいな感じでこう英語ぐわーって話しかけられるんだけど、あ、ごめん僕英語わからないからスペイン語で話してっていうのは何回かある。なるほど。ゆうさん、ちなみに英語はどうですか？英語で例えば話しかけられたらわかりますか？わかんない。わかんない。全然わかんない。うん。うん。じゃあもうスペイン語で話してくださいって言って。本当そんな感じ。へえ。もうなんかさ、メキシコに住んでるから日本に帰るときに必ずじゃないんだけど、アメリカで飛行機を乗り換えることが多くて。で、アメリカに入るために、ね、うん、入国審査インタビューがあるじゃないですか。はいはい。もう最悪ですよ、もういつもじゃそれこそ緊張しますね。めちゃくちゃ緊張する。しかも怖いし。そうなんだ、確かに怖いですね、うん、アメリカのそう、そこでスペイン語を話したりしなかったんですか？結構ね、ロサンゼルスとかでこう、はい、なんかこうわーって質問されて、あ、思わずスペイン語出ちゃったみたいにこうスペイン語を話すと、はい、あ、お前スペイン語話せるのかって聞かれて、スペイン語で言ってくんないっていうのは何回かやったことある。ああ、それが一番いいパターンですね。一番いいですね。そう。そっか、なかなかなんかスペイン語話せる人って結構英語が上手な人が多いイメージがあったので、なんか英語とスペイン語って文法似てるじゃないですか。うん、なんか、うんうん、だから日本語から英語を飛ばしてスペイン語の勉強するって多分すごい難しかったんだろうなって思います。でもこれも、はい、うん、僕がやってた勉強法というか、どうやってスペイン語が話せるようになったかっていうと、はい、もうとにかくパーティーとかでみんなが話してるスペイン語を聞いて、はい、小さい声で真似する、はい、うん、あー、なるほどなるほど、うん、でもなんかそのパーティーであれ、ゆうさん何一人ごとを言ってるんですかって聞かれたことなかったですか？いや、なんかもうそもそもさ、パーティーに行く、スペイン語が話せないから、はい、会話に参加できないから、はい、やることないんだよね。確かに、うん、だからこうスラングとかそういうものって、はい、耳に入りやすいじゃん。そうですね。耳に入ったまんまそのまんまこうリピートすると、はい、その周りのメキシコ人たちが「お前悪い言葉今言えたじゃん」みたいな「もう一回言ってみろよ」っていう風になってちょっと参加できて、でもまた会話が始まるとまたスッてこう、うん、確かに今それ本当に同じことをここで経験してますね。あ、なんか、うん、はい、なんかもう今彼女の家族と一緒に住んでるんですけど、うん、なんか結構ゲストがたくさん来るんですよ。うん、でその時話していて、なんかよーく聞く言葉を真似してポロって言ったら、うん、みんなすごい笑い始めて、うん、今度これ言ってみてこれ言ってみてって言われて、うん、本当に同じ状況です。そんな感じよ、はい、うん、ああなるほど、そっかそっか、うん、やっぱりはあ、まあ話してみるのがやっぱ一番ですね。そうだね、うん、でそのスペイン語の勉強法を話しましょうって言われてからちょっと考えたんだけど、はいはい、その、はい、ある程度話せるようになるためだから、うん、まあ日本人とねみんなだったら日本人と簡単な会話ができるようになる、僕たちだったらねラテンアメリカの人と簡単な会話ができるようになるまではそういうコピーをしたり、はい、チャレンジしたり、うん、っていう風に頑張っていけばいいんだけど、はい、今度そこからもう一個上のレベルに行きたいわけじゃん。もっと早く上手に綺麗に話したいっていうレベルになるじゃん。はい、多分僕の見てるチャンネルの人はそこにいると思います。あはいはい、まず大事なのが多分話す量が多ければ多いほどいい。ああ、うん、そっかそっか。なんか、うん、簡単な文法が分かって文が作れるようになると、うん、結構たくさん、まあ、僕の生徒とか、うん、多分 YouTube 見てくれてる人とかもたくさんいると思うんですけど、うん、なんかスランプ、そこで、うん、そこのレベルで止まってここから次のレベルに行けないっていう人がたくさんいますね。うん、はいはいはい。ゆうゆうさんはどう思いますか？どうやったら次のステップに行けると思いますか？うん、僕の場合ははい、自分のチャンネルでインスタグラムライブをやっていたので、はい、インスタグラムライブって、はい、誰にも邪魔されないで自分のリズムで1時間2時間話せるんですよ。はい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 。うん、まあ、もっとラッキーなのはコメントが入るから、まあ、それを読むこともできる。うん、どうしてもさクラスで、はいはいね、例えば日本語のレッスンに入りますで、はい、プライベートレッスンに入りますってなったら、うん、1時間のレッスンでだいたい話せる時間って30分くらいでしょ。そうですね。しかも会話になるからまとまった、はい、その長い文で話すことってあんまりできない。確かに会話だとそうかもしれませんね。ね、そうだから、はい、自分一人で、はいね、みんなに見せるためではないけど、はい、ポッドキャストを撮ったりするといいと思う。ああ確かに、うん、ポッドキャストって本当にたくさん話しますからね。そう疲れますよね、話したと口の周りとかなんかそうだね、うん、そう確かに話すアウトプットの量を増やす方法として、うん、本当にそれはすごいいいアイディアだと思います、うん、そうするとやっぱりまた一つ自信がつくんだよね。あ、1時間話せたわとか。確かに、うん、そっか、そうやっていくとその前のレベルからまた次のレベルにステップアップができるってことですね。そうだね。なんか聞かれないと答えられないっていうのもなくなるしね。ああ確かに確かに、うん、そっか長い分、うん、まとまった分を話せる力ってやっぱそれなりの量が必要ですね。そうだね。でその書いてあるものを読むわけじゃなくて、うん、アイディアを考えながら話す。はいはいはい、うん、例えば最初は5分からスタートしてもいいと思うんだ。はいはい。でもなるほど、うん、それを10分20分30分って増やしていくと上手になると思う。すごい。これはもう本当に多分この勉強方法は日本語にも日本語を勉強している人にも全然使えますね。うん、うん、そもそも日本人にも使えると思う、はい、日本人が日本語を上手に話した。なるほど、うん、そうですね、うん、確かに、うん、そうで本当にそうだ。あともう一つ、はい、ごめんね、もう一つあって、うん、はいはいはい、僕 YouTube でさっきも言ったんだけど、はい、スペイン語で日本語を教える、はい、ビデオを撮っていたのね。はいでそれを自分で編集していたのはいはいはい、はい、で編集している間に自分の話すスペイン語を何回も聞いて、あここ間違えたわってカットしたり、はい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 、何回も自分のスペイン語を聞くチャンスがいっぱいあって、あ自分ってこうやって話してるんだっていうのをちょっと外から見ることができるようになって、はい、そこから少し自分のスペイン語が綺麗になった感じがする。うーんなるほど、これもちょっと新しいですね、うん、へえ、うん、そっか。じゃあまあ例えば自分で自分の声をスピーチを録音して自分で聞いてみるだけで、うん、なんだろう、自分の間違いやすい文法とかに気づくことができるかもしれませんね。そう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 。うん。はあ、なるほど。でさ、そのレベルに来てる人って多分いろんな言葉の知識とか文法の知識が頭の中にあるから、はい、自分で聞くと、はいはい、あ話す時にはもうパニックだったから、うん、適当に話したけどでも、はいはいはい、ゆっくり落ち着いて聞いてみたら、あここ間違ってるわ、いっつもその買ってを書いてって言っちゃうわとかって、うーんはい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 、うん、そうですね。聞き直してみるとなんかあここはこのフレーズの方が良かったなとか、文法の間違いとかいろいろなことに、うん、後からだといろいろなことに気づけますよね、うん、確かに。それこそこうしゅんさんなんかもはいね、自分のビデオを撮ってこう英語で説明しているところを編集していく中で、はい、あここなんかうまく話せなかったなとかって経験ありません？あります。僕あるんですけど、うん、もう恥ずかしいな、あるんですけど僕もうそのままそのまま出してます、うん、いやもちろん、ね、でも聞いて、うんわかります。あとであこうやって言えばよかったとか、うんうん、やっぱ後で聞くと分かりますね。あとやっぱレコーディングしてると、うん、もうそれだけで緊張するじゃないですか少し、うん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 、普通に話すのと違うので、うん、それだけでいつもより上手に話せなくなりますね、うん、そうだよね。だから逆に本当にいい練習かもしれないですね、うん、うん、人と話す時の緊張より、うん、緊張するから、うん、レコーディングがちゃんとできれば、うん、多分話すときはもっと緊張しないで話せるようになるかもしれないですね、うん、そうだよね。そうそうそう、うん、ああ、うん、確かに録音して聞いてみるっていうのは、はい、面白い、うん、とてもいいアイデアですね、うん、僕もしてみたい。そうそう、うん、ぜひぜひ。確かにもうスペイン語、そっか、じゃあもうたくさん話して、うん、まあちょっと YouTube 自分でスペイン語で、うん、スペイン語を録音して、うん、でそれを聞いてみて、うん、で間違えてるところをまた直して、うん、またその繰り返しですね。そうだね、うん、だからファーストステップはとにかくいろんな人に話しかけてみる、うん、で私はコミュニケーションはできるぞっていう自信を持つ。そうですね、まず自信、うん、はい、でコミュニケーションはできるようになった、ちょっと怖くなくなった、だからもうちょっといろんな話をしてみたい、もっと自分が話せるようになりたいっていうステップに来たら、今度はそれを録音してチェックして、でこのセカンドステップだよね。そうですね、うん、それの2ステップが終わったら、はいはいはい、だいたい僕のスペイン語ぐらいのレベルになると思います。おーすごいもうこそのレベルまでいけたら多分もうみんなもうそっか、うん、まあ僕のスペイン語のレベルがどうかは分かんないですけどね、ここではね、YouTube で見ることができますこれは僕が判断できることではなくなんかね、はい、そのスペイン語を話す人が僕のチャンネルを見てあ上手だなって思ってくれたら、うん、それぐらいのレベルってことかな。いやーでも僕彼女の家族にも、うん、見せたんですけど、うん、もうすごい感心してましたよ本当に日本人ってみんなスペイン語が話せるのってちょっと言ってました、うん、どうしてシュンは話せないのみたいな本当ですよシュン頑張ってもっとそんなに簡単じゃないよねよくわかる難しいですね、うん、でも希望の光が見えましたね。あよかったはいよかったありがとうございます。いやいや多分、うん、見てくれてるみんなにも本当にいいヒントになったと思います、うん、あよかったです、うん、絶対にいいヒントになったと思います。まあ話す人がいなかったらそのチューターを見つけて、うん話してもいいし、うんまあ、友達を今はアプリでも友達見つけられますからね、うんうんうん、そこで友達を作って、話してみてもいいし、うん、まずはたくさんアウトプットをすることが一番大切だと今日は勉強しました、はい、ぜひぜひ、はい、チャレンジすべてはチャレンジですそうですね、うん、チャレンジですね。そのコンフォートゾーンから出なきゃいけませんね。あ、そうですよね、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日は、はいうん、ゆうゆうさんと初めてのコラボでしたけど、うん、どうでしたか？とっても楽しかったです。うん、いやー、うん、嬉しいです、うん。やっぱり普段ポッドキャストで一人で話すので、はいはいね、自分のリズムで自分の好きなようにこう話すのと。また違った楽しさがこう、うん、自分の言ったことをすぐリアクションしてくれる人がいて そこで話すのはやっぱ楽しいですね、はいはい、そうですね。いやゆうゆうさん本当に話しやすかったですねありがとう、うん、やっぱりプロの YouTuber は違いますね。いや違うプロじゃないからいや本当に話しやすかったです、うん、あよかったです、はいうん、もうまたぜひコラボしてください。あもうぜひぜひ読んでください、はい、僕はもういろんなチャンネル、ね、僕のいろんなチャンネルの準レギュラーになることを目指しているのであそうなんですか、はい、しゅんさんのチャンネルでも準レギュラーを目指して頑張ります。いや嬉しいです本当にいや今日は本当にありがとうございますはいありがとうございました。はいじゃあまた次のコラボレーションで会いましょう。はいありがとうございます。じゃあ皆さんまたねバイ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 。